るんだ。やった、明かりがついたぞ。やった、やったぞ。嬉しいな、よかったな。スマホの充電ができるか。それ以外にも何かできるんじゃないか。手段を準備してくれる話はどうなっているんですか。そちらも現在調整中で、おそらくそのもうしばらくかかるかと。しばらくってどれくらいかかるんだ。昨日は2日くらいで手配されるって聞いたぞ。本当に帰れるんだろうな。これはいつでも帰れないのか。ふざけないでだ。おい、あんたも何か言いたいんだろう。
もっとマシな配給にしなさいよ。責任者を出して。そうだろう、責任者を出してくれよ。誰でもいいから分かる人を連れてきてくれよ。おい、この姉ちゃんの言う通りだ。こいつらじゃ話にならない。市長のところへ行くんだろ。おい、俺たちもついていくぞ。はい、おお、そうだ、行こう行こう、早く行くぜ。市長さん、分かっているのよ。あなた、救援物資や義援金を着服して私腹を肥やしているんでしょ。それは根も葉もない噂です。
救援物資の配分は担当の者に任せているし、義援金は専用の口座に届いていて、私が自由にできるものではありません。おい、市長は救援物資や義援金を着服していたのか。いや、初耳だ。こいつの言ってることはなんだか怪しいな。なんだよこいつ、なんか変じゃない？怪しいぞ。あら、どうしてヘリポートにいるのよ。そのことちゃんと言ってんだろうな。後ろ暗いことがあって、私たちから逃げようとしているんじゃないの？本当に近隣の自治体との打ち合わせに向かおうとしていただけです。何も後ろ暗いことなどありません。おい、あんた、いい加減なことばっかり言ってるんじゃねえぞ。おらだ、おらだ、お前そんなこと言うのはおかしいじゃねえのか。いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでこいつがみんなを先導したんだ。そんなこと言うのはおかしいじゃねえぞ。最初から怪しいと思ってたんだよ。人のことばかり言いやがって。見ろ、こいつ市長を人質に取ったぞ。なんて卑劣なやつだ。あなたの怒りもわかりますが、こんなことをしても、こいつどうするつもりなんだ。誤解です。転んだ拍子に掴んだだけです。あんなこと言ってやがるぞ。誰がお前の言うことなんか信じるか。そうだ、そうだ、お前そんなこと言うのはおかしいんじゃねえのか。お前いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでさっきから適当なことばかり言いやがって。熊沢さん、助けてやるが5万円だ。払いな。ほーれ、払ってもらおうか。動かないでください。ここでデモ参加者が暴動を起こしていると通報がありました。おーい、ここだ。市長を人質にして暴れていたのはこいつだ。庁舎に隣接した避難所では、市長が手配した帰宅支援の準備が進められていた。先ほどまで庁舎になだれ込み混乱していた人々は、いつの間にか落ち着きを取り戻し、安堵の様子で準備された車両に乗り込んでいる。人質であったはずの市長自身が弁明してくれたこともあり、小言を言われた程度で済んだ。私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は自分さえ助かればいいのよと思っている。